警察などによりますと静岡市駿河区の長田西中学校に昨夜10時ごろから今朝6時ごろにかけ何者かが侵入し2階と4階の消火栓からホースが取り出され放水されたということです朝出勤した職員が水が出ているのを発見通報し1階と2階の廊下が水浸しになるなど被害が確認されました昨夜職員が退勤する際施錠を確認していて 警察は建造物侵入事件として捜査しています。